笑い発作は、笑いや泣きの形での、突然のエネルギーの暴発を伴う珍しい発作。この証拠群は普通何の明らかな理由もなく、起き、そして発作はコントロール不可能である。女性より、男性に少し多い。ジャラスティック転換としても知られ、通常は、笑いや泣きの形で、突然のエネルギーの爆発を伴う、稀なタイプの発作。 この症候群は稀にしか発生しない場合、通常の笑い声や泣き声に似ている可能性があるため、診断なしで非常に長い期間続くことがある。これは、側頭葉や前頭葉の病変、腫瘍、萎縮、血節性硬化症、血管腫、感染後病巣などのいくつかの状態に関連しているが、主に死障株化後腫である。ジャラスティックという用語は、 ギリシャ語のゲロスに由来し、笑いを意味している。ジェラスティック発作の主な兆候は、明白な原因のない突然の笑い声、または泣き声で、笑い声は嬉しそうではなく、不快に聞こえるかもしれない。発作の直後に緊張性発作を起こすことも珍しくないが、死傷株下ごしゅに関連するものは1時間に数回発生することがあり、通常は幼児期に始まる。 乳時期に起こる発作には、クーリングのバースト、呼吸、笑い、笑顔が含まれ、発作に苦しむ少女の死傷株下垂体、生鮮軸の早期活性化により、発歳以前に二次成長を示すことは珍しくはない。会計シネリウム過後種は、乳頭体間の死傷株にあります。ジェラスティック発作は、通常死傷株過後種、または、脳腫瘍によって引き起こされ、 死傷株過後種は死傷株またはその近くのグリーン組織の両性主流として定義され過後種のサイズは1センチメートルから3センチメートルを超えるまで様々でジャラスティック発作を含むいくつかの異なるタイプの発作を引き起こす可能性もありこれらの構造はコンピュータ断層撮影磁気共鳴イメージング単一光子放出コンピュータ断層撮影 ポジトロン放出断層撮影などの様々な画像診断法で検出できる。支障株価5種の場合これらの主流を定義する脳脊髄液のために磁気共鳴画像法が選択のツールで単一、講子放射型コンピュータ断層撮影法を使用することもできこれには通常使用が存在する脳の発作領域に取り込まれる放射性トレーサーの使用が含まれ、 深いマイナス18フルオロデオキシグルコースを使用したポジトロン放出断層撮影は発作開始部位での代謝の低下を示し、蛍光否認薬を服用した後、弾力性発作が観察されている。視神経定形成は死傷株過ごしを伴わない男性男性発作を伴う唯一の報告された状態であり、死傷株の混乱だけが男性男性発作を引き起こす。 可能性があることを示唆している。実際の笑いや泣きと、笑いと泣きを伴う発作を区別するのが難しいため、特に子供では診断が困難で、全言語の乳児では診断が不可能な場合があり、発作に至るまでの全ての兆候を説明する長い歴史を取らなければならないが、診断も複雑で、支障株過5種によって引き起こされる発作を診断する試みでは、 イメージングが常に役立ち、この証拠がある場合、診断にかかる時間ははるかに短くなる。エラスティック発作は、通常、薬物療法に反応しない。薬や手術に反応する二次発作の特徴を生み出すことがあるがこれらの選択肢は保証された治療法ではなく、主に個々の患者の病理に依存する。治療は、発作の原因に依存し、 発作が腫瘍によって引き起こされた場合、外科的切除を試みることができるがただし、外科的切除は必ずしも即時の治療法ではなく合併症が発生する可能性がある。合併症には脳梗塞や認知機能低下が含まれホルモン治療は、思春期総発症の人を助けるために試みることができ患者の基準に応じて、抗転換薬も選択肢となる。 主要の種類と場所に応じて選択できる放射線療法の特殊な形式もあり、繰り返すと、この治療法を提供している地域は、世界中にほとんどなくガンマナイフ放射線手術は、死傷株過後種の場合に選択する治療法があるが、神経学的欠損の頻度が低いため、低リスクの選択肢で試行差と接触しない主要の患者に推奨される。他の多くの種類の発作と同様に、 ゼラスティック発作は長期間制御するのが困難で、死下部の良性腫瘍による発作に苦しんでいる子どもたちが最善の見通し。これらの腫瘍の除去は、発作の頻度だけでなく、症候群に伴う行動及び、認知症状にも効果的でその抗転換薬が発作を完全に停止した場合も記載されている。非常に可能性の高いゼラスティック発作は、 バビロニア医学の時点で、すでに認識されており、ロバート・ホワイトは1765年に及び用語、ジェラ・ホッサ詳細な説明は、スコットランドの医師によって与えられ、フランスの神経界、神経病理学者、チャールズ・ファート・エピレプタラジストによって1898年に、駐造された。患者がサイン・フェルドのエピソードを見ながら繰り返し、失神するという事件の後、ジラスティック失神は、 サインフェルド出身とも呼ばれた。ありがとうございます。